どうしたこんな夜更けに。宴はお開きだし、もうみんな寝ちまったかと思ってたよ。そうか、コーヒーは良くないな。ホットミルクでも出そうか。体が温まれば寝つけるはずだぜ。しかし今日の宴はいつにも増してどんちゃん騒ぎだったな。おかげで後片付けがこんな夜更けになっちまった。いや、食器洗いまでがコックの仕事。気持ちだけ受け取っとくよ。ありがとな。へえ、あれに目をつけるとは舌が肥えてるな。あれはガランディーヌ。前の町で新鮮な肉が手に入ったんでな。今日一番の自信作だ。野郎どもは量を食えりゃいいって頭だから、こうやって気づいてくれるのはすげえ嬉しいよ。かわいいレディにそんなこと言われるなんて、俺はもうここで死んでもいい。ああ、もうこの一味を抜けて君のいる船のナイトになっちゃおうかな。どうした？俺に？なんだよ、かしこまっちゃって。バレンタイン？ああ、そういえばそんな時期か。海賊やってると日付の感覚が麻痺しちまってよ。俺としたことが忘れちまってたようだ。これはもしかしてバレンタインチョコ？何言ってんだ、愛のこもった料理に勝るものなんてねえよ。たとえギリでも喜んで美味しくいただくぜ。どういうことだ、まさか本命？いや、そのなんだ、そうじゃねえよ。ただこう思いもよらなかったからな。そうか、君にそんな風に思われたなんてびっくりだけど嬉しいぜ。そんならこれからはレディに対する態度を改めねえとな。綺麗なレディにはつい浮き足立っちまう俺だけどよ、これからは君だけを見ることにする。船は違えどこうして一緒に過ごせる時間もあるはずだ。君だけに贈るお返しのチョコレート作って待ってるよ。そっち夜明けには船出だろ。もう寝た方がいい。ありがとう、これからもよろしく頼むぜ。誰だい？あ、こんな時間にどうしたんだい？ああ、これのことか。まあ、いったい。これは全部うちのナースたちからもらったチョコだ。すっかり忘れてたけど、今日はバレンタインだったんだな。何ムスッとしてんだい？お前、もしかして焼いちまったか？ははっ、冗談だよい。それにほとんど、いや、全部か。普段世話になってますって手のチョコだろうし、こんなにもらっても食い切れねえし、困ったね。お、なんだ、もしかしてお前もチョコ用意してきたのかい？ありがたくいただくよい。
いや、そんなことはねえよ。さっきはああ言っちまったけど、なんてんだ。お前からのチョコなら歓迎だ。本当だよ。これ、包みからして手作りだろ。ちゃんと用意してくれるもん断るほど、俺は捨てた男じゃねえよ。一つ食べてみてもいいかい？ん？これ、お前が一人で作ったのか？たまげた。これはサッチより腕があるんじゃねえかい？すげえうめえよい。これ、俺が普段甘いものを食べないって知ってたから、わざわざ苦味を聞かせるね。この味なら、いくらでも食えちまうな。お前は全く気の利く女だよ。間違いなくここにあるチョコの中で一番の味だ。味もそうだが、気持ちがこもってるのがわかる。俺のためにありがとうよ。でもこれは疲れた時に一つずつ食べさせてもらう。一気に食えちまうけど、それじゃもったいないからね。チョコも気持ちもちゃんと受け取った。それを言うのはこっちのセリフだよ。久々に思い出に残るバレンタインになった。この年で浮かれるなんて柄じゃねえけど、お前のおかげで今年は特別だ。もらってばっかじゃなんだし、来月は何かお返しさせてくれ。次の島には長くとどまる予定だし、二人で観光でもするかい？なんて考えるだけで楽しくなっちまうな。改めてこれからもよろしく頼むよ。最高のバレンタイン、ありがとうな。